読んでいっか。あのね、いいですか。あのね、まあいいか。どうでしょうかな。このスピードで入ってくるってことはラグも考慮して、もう終わりの雰囲気を感じて検索したのね。ビュー出てもアブラってやることねえんだよな。うん。お前。死ぬっす。やることないよね。やることないっす。ビューが攻めに向いてないのかな。だから相手の攻めてくるのを絶対待たなきゃいけないの後半。ウルコン溜まった時は。確かに。わかるわ、それ。まあでも強波動あるんで今回。そう。それはね、それでいきましょう。かなり踏みますよ。踏むっていうか引っかかる。それでいきましょう。シャンプーに。強波動もいいし、弱波動もいいですよ。弱いよね。俺弱好きだな。弱は剣と同じぐらい。いや、剣より。あとでね、ノムシを検証したら剣より全然強早かった。全然は言い過ぎだよ。全然。結構でもなその中間距離ぐらいで弱と強。確かに出しづらいよね。しゃがんで当たるようになっちゃったからな。こういう時なんか結構ピカゴマが勝つ、勝つイメージある。確かにこれですよ、この状態。あね、あそうなんですよ、そこ困るんすわ、玉キャラは、道着は。撮影だったらね、ガンガン巻いて前中継、扇風機。前中継は、いや使いづらいけど、うん、まあでも一回ねじ込めばね。まあそうですね。完全に待つおじさんだよな。待つおじさんにならざるを得ないよ。これどうなの？マスおじさん体も。しんがないでしょ。どうすんのこれ。おお。待ってパラスおじさんにならざるを得ないって。待ってパラスおじさん最悪だね。待ちからのパラスおじさん。老害だね完全な。待つだけ待ってパラスおじさん。最悪だろ。待って困ったらパラス。別な趣味探せよな。でもね、球打ってる時間は本当に楽しいよな。強波動はかなり強いね。今回なんかサガットみたいな戦い方になるんじゃないかな。あ、確かにいいんだよね。動かしやすくなる。サガット使いからしてみれば羨ましいって感じらしいよ。なんで羨ましいなんの。いや、っていうか、いやだから球キャラだけサガット使いの大ボスいるじゃん。大ボス、大ボスは球キャラが強くなってこんだけいい変更点もらえてるのはやっぱり羨ましいな。でも結局、まあ下がったのは強いね、竜よりは。と思うよ。まあそうだ、まあね、カノンの強化は結構今回ね、大きいんじゃないですか。結構違う、マジで結構減りますもんね、あれ、うん、カノンもそうね、やっぱ元々やっぱアパカからのダメージがそうね、うん、やっぱ減る。やっぱなんか、受け身のキャラって、なんか上手さが上手くなんないよな、正直。成長はないと思うよ、だって相手が来なきゃいけないんそこは。孫さんがいつも、いや俺はね、それはもう昔からでもね、知識が増えると思うんですよ、受けは。あ、うん、そうね、知識が増えると思うんですけど、俺結構しのぎのテクは。そうそう、セビグラオジさんだ。あ、もったいなかったかな。いや、いいんじゃないですか。いいですかね、うん、新変更点の大キックをちょっと使っていきたい。あ、そう、大キックもね、変わったんでしょ。ここじゃー、うわすごい、まあ、これは相手がすごいよ。どうするどうする、 何がいい。いや選択肢をしてて。一応絶対ちょっと時間差あるから、うん、お仕事してギリギリして。いやもうそれは近距離ダイパンは食らっちゃダメ。あーうまい、それ言ってたわ。あれ通常投げ以外勝つんですよ、うん、多分コマ投げ来たんじゃないかな。コマ投げってカウンターヒットなんない。なんないから近距離ダイパン。コマ投げ基本的になんない。近距離ダイパン相手だよ。相手なんだ、うん、じゃあちょっと遅れたな、まあ、ぬるかったんじゃないですかこいつは。なんだかんだね。そうなんだ。ライアンがでも勝ってたからな。あ、てかライアンも ほとんど竜でしたね。全部竜だったんだ。いや、1回だけ殺意。あ、殺意。殺意、殺意。サガットはなし。なし、なし。マジかよ。いや、あんたいたじゃないですか。いや、メスだよ。あ、ね、あ、なんか疲れちゃってさ。あ、ルフィ戦の1戦目は殺意やって、2回目、あ、その時負けて竜、まあ、あとは全部竜。遠距離はじゃあ弱の方がいいか、これ。そうだね。うん。対しては、解放。パープリは結構ね、デカプリ使いとしてはすごい嬉しい調整。いや今回は面白いと思う。今回はもう満足でしょ。何が面白い？コンボがね、いろいろできる。ウルコンがなんかできるような。そういうのもちょい中断です。あ、コンボ。チャンスが少ないからさ。
危ない危ないのあれ今押し込まれるところでした角半あると思うけどな どの持続でも角半あるよね、うん、ご覧の通りですご覧待つじゃん持ってます待ってるだけ待つおじさんだよな待つおじさんにならざるを得ねえだろうそれもね省略言っちゃいけないですよねそのあれシュッて上に上それはそれに出したんだけどなそれに打ちますなんかよあとね対空がねよっしゃ溜めてないと対空ウルコンだとでも出るんだよね今回横溜めであそうなん俺のイメージだとなんかそのシャキシャキやってる中その飛びを絶対混ぜてくるんですよ、うんあそうだね、これはさすがに落ちますそれを落とす落とするとなんかまあというかやることないですディガー基本的に待ってていいこれってさライアンさダッシュ あダッシュ処理券だいけるんライアンさんもねあれダッシュアパカとかでもいけるのアパカなんかいけるらしい何フレンドいけるのいやわかんないけど発生はじゃあ遅いんだ、うん、発生保証はあるんだろうけど固まってる時間長いんだね、うんそういうのそういうのどうしようもなさそうこの人じゃああとはウメハラさん自慢のトークで軽快なトークで、ね、いやでも待ってればよかった待ってればいいんだね待ちですマジで待ちですディカプリ攻めざるを得ないというか、うん、だからサンフレ各班は昇竜拳で持ってるから、うん、シャカシャカで押すこともちょっと難しいセビグラオちゃんあ、もったいなかったかな。いや、いいんじゃないですか。いいですかね。うん、新変更点の大キックをちょっと使っていきたい。あ、そう大キックもね、変わったんでしょ。ここじゃー。あーすごい、ま。これは相手がすごいよ。どうするどうする。何がいい。いや選択肢をしてて。一応絶対ちょっと時間差あるから。うん、教えてほしいね。ギリギリしてね。いやもうそれは。近距離ダイパーは食らっちゃダメ。あ、うまい。うまい。それ言ってたわ。あれ通常投げ以外勝つんですよ。うん、多分コマ投げ来たんじゃない。コマ投げってカウンターヒットなんない、ね、なんないから金ダイパーコマ投げ基本的になんない金ダイパーああいう人だよああいう人なんだ、うん、じゃあちょっと遅れたか、まあ、ぬるかったんじゃないですかこいつはじゃあ、なんだかんだねそうなんだライアンがでも勝ってたからなあのああ、てかライアンもほとんど竜でしたね全部竜だったのいや、一回だけ殺意あ、殺意殺意殺意サガットはなしなしなしマジかよいや、あなたいたじゃんいや寝てたんだよ、ね、なんか疲れちゃってさあ、うん、ルフィ戦の1戦目は殺意やって2回目じゃあしゃがんで当たるようになっちゃったからなこういう時なんか結構ピカゴマが勝つイメージあるこれですよ本状態あ、ね、あそうなんですよそこ困るんすわサマキャラは道義は殺意だったらねガンガン巻いて前中継、うん、扇風前中継はいや使いづらいけど、うん、まあでも一回ねじ込めばねまあそうですね完全に待つおじさんだよな待つおじさんにならざるを得ないよこれどうなの待つおじさん体もいかないでしょどうすんのこれおお待ってパラスおじさんにならざるを得ないって待ってパラスおじさん最悪だね待ちからのパラスおじさん、ま、老害だね完全な待つだけ待ってパラスおじさん最悪だろ待って困ったらパラスおじさん別な趣味探せよなここはでもね、球打ってる時間は本当に楽しいよな確かに強い強波動はかなり強い、ね、今回なんかサガットみたいな戦い方になるんじゃないかな、うん、あ確かにいいんだよね動かしやすくなるサガット使いからしてみれば、うん、羨ましいって感じらしいよなんで羨ましいになるのいや、うん、っていうかいやだから球キャラだけ、うん、サガット使いの大ボスいるじゃん大ボス大ボスは球キャラは強くなってこんだけいい変更点もらえてるのはやっぱり羨ましいな、うん、あでも結局まあ下がったのは強いね龍よりはと思うよ、うん、まあそうだ、まあ、キャノンの強化は結構今回ね大きいんじゃないですか結構違う結構減れますもんねあれ、うん、キャノンもそうねやっぱもともとやっぱアパカからのダメージがそうね、うん、やっぱ減るやっぱなんか受け身のキャラってなんかうまさがうまくなんないよな正直うん、うん、成長はないと思うよ。だって相手が来なきゃいけないんですよ。そこは孫さんがいつも。いや、俺はね、それはもう昔から。でもね、知識が増えると思うんですよ。受けは。ああ、うん、そうね。知識が増えると思うんですけど。俺結構しのぎのテクは。そうそう。でいっか。
あのね、いいっすか、あのね、まあいいか、どうでしょうかな。このスピードで入ってくるってことはラグも考慮して、もう終わりの雰囲気を感じて検索したよね。ビューででもアブラってやることねえんだよな。うん。お前ね。しんどいっす。やることないよね。やることないっす。ビューが攻めに向いてないのかな。だから相手の攻めてくるのを絶対待たなきゃいけないの後半、ウルコン溜まった時は。確かに。わかるわ、それ。まあでも強波動あるんで今回。そう。それはね、それでいきましょう。かなり踏みますよ。踏むっていうか、引っかかる。それでいきましょう、ジャンプに。強波動もいいし、弱波動もいいし。弱いいよね。俺弱好きだな。弱は剣と同じぐらい。いや、剣より。あとでね、飲む人検証したら、剣より全然一応早かった。全然は言い過ぎだよ、全然それは。確かに。結構でもな、その中間距離ぐらいで、確かに弱と強。出しづらいよね。うん、ね、あ、その時見てね。負けて竜。まあ、あとは全部竜。遠距離はじゃ弱の方がいいか、これ。そうだね。うん。で、弾に対しては。解放。パークリーは結構、ね。デカプリ使いとしてはすごい嬉しい調整。いや、今回は面白いと思う。今回はもう満足でしょ。何が面白い？今後がね、いろいろできる。ウルコンがなんかできるような。ちょっと中断です。あ、うーん。こんなチャンスが少ないからさ。危ない。危ないのあれ。今押し込まれるところでした、ね。確保あると思うけどな。どの持続でも確保あるよね、うん。ご覧の通りです。ご覧の通り。待つじゃん。待ってるだけ。